すごい、かわいい。ロシュ夢色シューズプロジェクトは、難病治療中の子どもたちを支援するプロジェクト。子どもがシューズの台紙に塗り絵をして、自由にシューズをデザインすると、プロが色を塗った本物のシューズがプレゼントされます。シューズを作る費用はロシュ社員が寄付。またこの活動を通じて、小児緩和ケア施設を建設中の横浜子どもホスピスプロジェクトへの支援を募りました。東京品川のロシュと横浜の病院をつなぎ、オンラインワークショップを開催。子どもたちは好きなシューズの柄を選んで塗り絵を楽しみ、完成したデザイン画とシューズを履いていきたい場所を発表しました。そして子どもたちの思いが詰まったデザイン画はプロのイラストレーターさんのもとへ到着。子どもの自由な感性をプロの技術で素敵なシューズに仕上げていきます。一生懸命考えて色を塗ったのが伝わってくるので、その気持ちに応えられるよう一足丁寧に取り組みました。またこの活動を広く伝えるため、ワークショップの模様や完成したシューズを SNS で紹介。さまざまなメディアでも紹介され、横浜子どもホスピスプロジェクトには多くの寄付が寄せられました。そしてワークショップから1ヶ月後、子どもたちのもとに完成したシューズが届き始めました。ロシュはこれからも病気と向き合う子どもとその家族をサポートしていきます。